脂の多く細身のぬるっとした魚、名前をイカナゴと言います。随分とサイズが大きくなっておりますので、オオナゴとも呼んでおります。さあ、まずはこちらの餌、今日は特別外へ出てきておりますオオナゴペンギンからあげてみましょう。皆様、止め方ご注目ください。頭の方からくるくると丸伸びしていくのをお分かりいただけますか。ペンギンたち、餌は必ず頭から飲み込んでいきます。反対、尻尾の方から飲み込んでしまいますと、たくさんありますヒレが喉に引っかかってしまい、食べづらくなってしまいますので、頭から飲み込んでいきます。そのため係員はペンギンたち頭から飲み込みやすいようしっかりと向きを考えて与えております。ただいま餌をもらっております王様ペンギンは、南極大陸周辺の島々に住む比較的寒いところのペンギンたちです。さあ、ですので普段は右側緑色の屋根の冷房室の中で飼育をしておりますが、一年中雪や氷の世界にいるというわけではありません。夏の間には高原地帯に群れで佇む姿も見られる種類です。さあ、ですのでこれぐらいの気温でも少しですと外に出てきても大丈夫です。そうですので、今日は特別こちらのプールにいるとき、皆様に餌の食べ方もご覧いただきました。どうやらしっかりと餌は最後まで食べきれたようですね。それでは続いて周りの小さなフンボルトペンギンもご紹介していきましょう。フンボルトペンギンは南米大陸のチリやペルーといった比較的暖かいところに住んでいる種類のペンギンです。日本の気候によく似た場所に生息をしておりますので、一年中屋外で飼育することができます。皆様、ペンギンと聞きますと雪や氷の世界イメージする方が多いかもしれませんが、実は世界に18種類いるペンギンたちのうち、その半数以上が暖かいところに住んでいる種類のペンギンなんです。本日はぜひペンギンは寒いところだけにいるというイメージ変えていただければと思います。さあ、それでは今日はフンボルトペンギンたち、どうやらとってもやる気がありそうです。皆様のお近くの通路を通る空中散歩に挑戦します。皆様のお近くへと向かいますが、手やお顔、カメラなどは通路側に出さないようにお願いいたします。さあ、早速2羽のペンギンがスタートし始めました。皆様のお近くへと向かいます。どうぞお近くでお写真たくさん撮ってあげてください。こちらのフンボルトペンギン、先ほど暖かいところに住んでいる種類ということをお話ししましたが、実は暖かいところに住んでいるペンギン特有の特徴があります。フンボルトペンギンたちの顔をよく見ていただきますと、くちばしの根元あたりピンク色になっているのをお分かりいただけるかと思います。こちらは羽が生えておりません。皮膚が見えている部分となっております。そこから体の中の熱を放出し、影を一定に保っていると言われております。暖かいところに住むペンギンですので、くちばしの根元、羽が生えておりませんが、先ほどご紹介しましたオオナガペンギンたちは比較的寒いところのペンギンたちです。そのためくちばしの根元は体の熱を逃がすことがないようびっしりと羽が生えております。同じペンギンでも生息地によってそんな違いがありますので、ぜひじっくり見比べていただければと思います。さあ、あっという間に1周目の空中散歩を終えたペンギンたち、そしてまだステージの上には3羽のペンギン残っておりますが、ゴールできたペンギンたち、どうやら調子が良さそうなので、もう1周皆様の元へと向かってくれるようです。さあ、再び皆様のお近くへと向かっていきます。さあ、先ほどペンギンたち、くちばしの根元は羽が生えていないということをお話ししましたが、実はもう1箇所羽が生えていない部分があります。それは足なんですが、皆様ペンギンの足と聞きますと、ピンク一色や黄色一色思い浮かべる方が多いです。種類によってはそのような色の足をしているペンギンもおりますが、こちらのフンボルトペンギンたち、足は黒っぽい色にピンク色が混じっております。そしてその足の先には太く鋭い爪が生えているんです。こちらの爪、岩場などを登るときに引っ掛けて登りやすいようです。また自然界では巣穴を掘って生活をしている種類のペンギンたちですので、その巣穴を掘りやすいようにフンボルトペンギンたち、顔に似合わず太く鋭い爪を持っております。さあ、2周目もたくさんのペンギンたちが上がってきてくれました。こちらの空中散歩を上手に見せてくれておりますが、初めからできたわけではありません。たくさんの練習を重ねてできるようになりました。
最初のうち狭い通路を怖がってプールへと降りてしまったり、また足を滑らせてプールへと落ちていってしまったり、なかなか最後まで通れるペンギンいなかったんですが、今ではたくさんのペンギンたち、この水中散歩得意な種目として頑張ってくれるようになりました。さあ、こちらのペンギンたち、空中散歩以外にもできるようになった種目がありますので、こちらの種目、皆さんにぜひご覧いただきたいと思います。さあ、王様ペンギンも大きな声で応援してくれました。お姉さんの足元におりますペンギンたち、ご注目ください。手を回しますと、くるくると回っているのお分かりいただけますか。手についてくるんだよということを教えまして、こんな種目もできるようになりました。これプールで回すと、さあ2羽揃ってできるかな。こんな風に2羽揃ってくるくると回り、シンクロナイズドスイミングのように見せてくれるようになりました。しっかりとお姉さんの手についてくれば餌ももらえるということを理解しておりますので、こちらの種目もできるようになりました。皆さんはペンギンと聞きますと、あまり種目を行うイメージないかもしれませんが、実は練習をしますと種目ができるようになるんです。さあ、続いてはどうやら このプールの中でたった1羽しかできない種目に挑戦するようです。続いて行います種目、ホースを使った種目に挑戦。頑張りますのは、先ほどくるくると回って見せてくれていたうちの1は紫色のリングをつけました。愛称はそのまま紫と言います。さあ、紫できるでしょうか。お姉さんが持っているホース、これ紫にしかできない種目です。さあ、今日はどうかな。よいしょ、いかがでしょうか。見えましたか。紫がしっかりとホースくぐってきてくれました。さあ、今日はもう一回いけるかな。今度はどうかな。よいしょ、もう一回、よいしょ。さあ、そして折り返して往復までできるようになりました。いかがでしょうか。さあ、なかなか紫にしかできない種目ということをお話ししましたので、皆さんは紫に対するハードル上がっていたかもしれません。ですが、こちらの種目紫しか反応していなかったのをお分かりいただけたかと思います。練習を重ねてできるようになりました。さあ、続いての種目、足元におります2羽のペンギン、トンネル指差しますとくぐってくるという種目もできるようになりました。さあ、オレンジ色のリングのオレンジ、そして紫色のリング紫が頑張ってきてくれましたが、今度はもっとたくさんのペンギンたち頑張ってくれるようです。と思いましたが、先ほどと1羽増えて3羽でしたね。3羽のペンギン頑張ってくれました。皆さんはペンギンたち種目決まりましたら、ぜひペンギンたちに向けて拍手いただければと思います。皆様の応援、きっとペンギンたちのやる気につながると思います。さあ、今日はとっても頑張ってくれそうです。オレンジ色のリングをつけました。オレンジにご注目ください。この岩の上に上がってきました。今日は青ちゃんも上がってきましたね。岩で決めてもらいましょう。まずはオレンジ、そして青ちゃん、よいしょ。岩続けてジャンプが決まりました。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ペンギンたちにとってはこちら大技の種目でした。お分かりいただけたでしょうか。さあ、続いて違う岩の上へと上がってきました岩のペンギンたち。こちらのペンギンたちは一体どんな種目に挑戦するでしょうか。岩の上からお姉さんがサインを出すと、よいしょ、よいしょ、プールに飛び込むダイビングという種目もできるようになりました。降りた先で餌がもらえるということを教えていきますと、サイン一つでダイビングという種目もできるようになってきます。さあ、ペンギンたち、今日は随分と調子が良さそうですね。種目次々と決めてくれています。さあ、続いては岩の上に上がりました1羽のペンギン、ご注目。この距離からのロングキャッチに挑戦します。さあ、どうかな。おっとっと。さあ、この種目コントロールも大切になりますが、さあ、こんな風にコントロールが良ければ、よいしょ、キャッチをして餌を食べることができるんです。ペンギンたち、動体視力がとても良く、キラキラと光る動くもの、餌という風に認識をしておりますので、お姉さんのコントロールが良ければしっかりとキャッチをして食べることができるんです。ロングキャッチ、かっこよく決めてくれましたのは、メスのペンギン、愛称をカチオちゃんと言います。ペンギンたち、一羽一羽、番号と愛称が付けられております。ぜひ、左右についておりますカラフルなリング、見分けてお気に入りの一羽、
見つけていただければと思います。さあ、そしてただいまお姉さんが連れてきてくれましたのは子どものペンギンです。子どもと言いましてももう体の大きさだいぶ大きくなりました。生まれて一体どれぐらいが経っているのかと言いますと、実は生まれてまだ2ヶ月しか経っておりません。2ヶ月でもう体の大きさほとんど大人と変わりません。こちらのペンギンもうプールを泳げるようになってなりましたので、お父さんとお母さんからそろそろ育ちを迎える頃かなといったところです。ただいま係員の手から餌をもらう練習を始めております。係員の手から餌がもらえるということを覚えていきますと、スムーズに食べることができるようになります。さあ、そして今餌をもらっておりますこちらのペンギンも子どものペンギンなんですが、こちらのペンギンは生まれてから5ヶ月が経ちましたペンギンです。5ヶ月経って係員の手から餌がもらえるということを覚えていきますと、先ほどのように上手に係員の手から餌を食べることができるようになります。まだまだ他の大人のペンギンに比べますと餌の食べ方上手ではないので、大人のペンギン隣にいますと餌を取られてしまうこともありますが、先ほどは餌を上手に食べて見せてくれました。生まれたばかりの頃はお父さんお母さんからの口移しで餌をもらっていきます。さあ、子どものペンギンもご紹介いたしましたが、当館ではフンボルトペンギン全部で25羽飼育しております。すべてここ下田海中水族館で卵から孵化をしたペンギンたちです。さあ、ここまでたくさんの種目をご覧いただきましたが、今日はどうやらとっておきの種目見せてくれるようです。お姉さんが用意をしました。赤と白のターゲットと呼ばれる目標物めがけてのジャンプに挑戦。こちら赤と白の部分にくちばしでタッチをすることができれば大成功の種目です。さあ、今日は頑張ってもらいましょう。このペンギンプール25羽いるうち4羽ができるようになった種目です。今日は決めることできるでしょうか。やる気がありそうなのはお姉さんの目の前やってきております。黄色いリングのシャック、そしてオレンジ色のリングをつけたオレンジもやる気がありそうですね。こちらの種目一番最近できるようになりましたので、なかなか成功率が高くありません。10回に1回決まればいい方かなといったようなところです。さあ、今日はシャックとってもやる気がありそうなんですが、ターゲットの下他のペンギン入り込んでしまいますと、なかなかうまく助走を決めることができ助走を取ることができずジャンプに移れません。今日はオレンジもやる気がありそうなので、なかなかうまく助走へと進めていないようですが、今日はどちらが決めてくれるでしょうか。2羽ともターゲットの位置はしっかりと分かっているようです。さあ、シャック今がチャンス。オレンジが上がっていきましたので、今がシャックの見せ場です。こんな風にジャンプをしながら徐々に高さが上がっていき、タッチができれば大成功。よいしょ。さあ、徐々に高さ上がってきましたね。シャックも調子が上がってきたようです。よいしょ。プールの中しっかりと潜り込んだ時、うまく助走が決まっています。さあ、今日はしっかりとジャンプお見せすることができるでしょうか。この種目ショーが終わるまで決まらない日もあります。今日は決めてくれるかな。よいしょ、決まりました。いかがでしょうか。ありがとうございます。さあ、こちらの種目も地味なように思えたかもしれませんが、1ヶ月半毎日練習をしましてここまでできるようになりました。さあ、今日はもう一度見せてくれるようですので頑張ってもらいましょう。皆様、決まりましたら大きな拍手いただければと思います。2回目決めてくれるのはどのペンギンでしょうか。さあ、シャックがまだまだやる気がありそうですね。シャック、よいしょ。さあ、首を伸ばしましたがわずかに届かなかったようです。今度はどうかな。よいしょ。今度はしっかりとジャンプが決まりました。ありがとうございます。ペンギンたちも練習をしますと、こんな風にいろいろな種目ができるようになっていきます。私もいろいろなペンギンショーを見てきましたが、ペンギンたちがプールでジャンプをするといった種目見たことがありません。他のペンギンたちたくさん練習をしてくれました。当館では25羽すべてこの水族館で卵から孵化をしたということをお話ししましたが、実は反対に野生下では絶滅の恐れのある種類なんです。気候の変動や漁業の影響、また長年の人間の手による環境破壊により保護されている種類のペンギンたちです。
動物園や水族館で気軽に見ることができる動物たちの中にもそういった状況にある種類もいるということ、皆様にもぜひ知っておいていただければと思います。さあ、ここまでいろいろな種目を頑張ってきましたペンギンたちですが、そろそろお別れのお時間がやってきてしまったようです。さあ、最後にお別れのご挨拶しっかりとできるでしょうか。グーを見てると泣くんだよということを教えまして、最近できるようになったペンギンたちがいるんですが、今日はどうかな。さあ、最近できるようになった種目ですので、なかなか難しかったようです。実は泣くときには寄り添って泣いているときは、夫婦並んで愛を確かめ合っているときや自分の存在アピールするときに大きな声を使って泣いてくれます。ペンギンたち泣き声でコミュニケーションを取ると言われておりますので、こんな風に、さあ、お話をしている間にしっかりと2羽のペンギンたち泣いてくれました。ただいま紹介したように今泣いてくれたのは夫婦のペンギンたちです。最後、大きな声でご挨拶ができましたペンギンたち、しっかりと皆様にお別れのご挨拶できたところで、そろそろお時間となりますので、これをもちましてペンギンショー終了させていただきます。最後までのご観覧をどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではこの後の模様